マーガレット・サラバンはアメリカ合衆国の女優。バージニア州の奥生まれ。父は株式仲買人で裕福な家庭に育った。高校の卒業式で学生代表として演説を行うなど学業優秀だったが両親の反対を押し切り女優を目指す。1931年にブロードウェイにデビュー。2年後、晩餐8時に 大役で出演していた時、その芝居を見ていた映画監督、ジョン・エム・スタールにスカウトされ、同年、昨日で映画デビュー。舞台活動の方を重視していたため映画出演作は少ないが、演技力は高く評価されており、3人の仲間でニューヨーク映画批評家協会賞主演女優賞を受賞し、アカデミー主演女優賞にもノミネートされた。ジェームス・スチュアートと 結婚設計図、ザ・シャプワン・エンジェル、桃色の店、ザ・モータル・ストームと計4本の共演作がある。私生活では、アマチュア演劇時代の仲間だったヘンリー・フォンダと1931年に結婚するが、わずか2ヶ月で別居し、2年後に離婚。翌年、お人よしの選女で監督を務めたウィリアム・ワイラーと再婚するも、2年間しか続かなかった。 その後プロデューサーのリーランド・ヘイワードと結婚3人の子供を設けている。なお、ホンダとは離婚後に月は我が家で共演している。1943年のクライハブック以降は映画から遠ざかり、最後の出演はノーサッド・ソングズ・ォーメ。50年代以降、難聴と神経衰弱の症状に苦しんだ。難聴は先天性のものだったが、 サラバンはずっと周囲に隠していたという。またサラバンが映画出演をやめた理由は子供たちと過ごす時間を増やすためでもあったが、次女と長男との関係はうまくいかず、そのことも彼女の精神状態を悪化させる一因となった。1960年1月1日、サラバンはコネチカット州ニューヘイブンのホテルの部屋で意識不明の状態で発見された。 病院に運ばれたが、到着後に死亡が確認された。ケネス・アンガーチョ、ハリウッド・バビロンの中では自殺として紹介しているが、遺書は発見されておらず、検視報告では、薬物の摂取量を誤ったことによる事故死となっている。長女のブルック・ヘイワードは1977年に、自助伝、ヘイワイヤーで家族の物語を赤裸々に描き、ベストセラーとなった。1980年に、 CBS でドラマ化され、デー・レミックがサラバン役、ジェイスン・ロバーズがリー・ランド・ヘワード役を演じた。ありがとうございます。